空海の風景は、芝良太郎の歴史小説。平安時代初期に密教を独自に体系化し、新言宗の回祖となった空海を扱った作品である。第32回芸術遺言史賞、文芸部門受賞作。中央公論1973年1月号から1975年9月号に連載され、連載時のタイトルは、空海の風景。芝は、本作で、 空海を日本史上初めての普遍的天才と評する。ここで言う、普遍的とは国境、民族の垣根を越えて通用する人物という意味であり、土族の呪術として多分に雑多な状態にあった密教を破綻のない体系として新たにまとめ上げ、本場のインドや中国にもなかった鮮やかな思想体系を築き上げた。この空海の出現によって日本は 歴史上初めてそうした人類的存在を得ることができたと評している。タイトルの空海の風景とは、空海の生きた時代が遥かに遠い古代であるため現存する資料が乏しく、空海の人物に肉薄することがはだ困難であり、せめて彼が存在した時代の彼にまつわる風景を想像することによっておぼろげながらもそこに空海の人物像が浮かぶことを期待して執筆された。 ことにちなむものである。芝夫人の福田緑によると本作は、生前の芝が最も気に入っていた作品で、サイン本を検本する際にも、必ず本作を用いたほどであり、そのため、藤士霊園の文学者の墓にも、本作を埋葬したという。本作は、空海の行動について、逐一論評を加えながら進行する構成になっており、芝作品の特徴である、 水筆的な作風が一層強くなっている。サヌキコ国タド軍の軍事、佐伯氏の家に生まれた空海は、幼少の頃から飛び抜けたり発さを見せ、さながら振動のように扱われて成長した。長寺手後、中央の管理としての英達を望む父母の期待を受けた空海は、都に出て、大学寮の妙業家に入学する。儒学をはじめとする等の学問を学ぶについて空海は、 際立った理解力を示して周囲を驚かせるが、しかしその道で安住するには、世界のありさまや自己の生命そのものについての関心が強すぎた。儒学は浮世の書生を説く学問としか思えず、空海の渇望する宇宙と生命の真実について何ら回答を与えてはくれない。翻って仏法の世界を見れば、せせこましい世俗の理などを超越して抽象的思考の中で。 この世の普遍的心理を追求しようとしている。たぎるような想像力を増する。この若者は、継承を暗唱するのみの学科に飽きたらずほどなく、大学を飛び出し、仏門に入る決意をする。この若者の湿気の動機は、平安後期に流行するよう墓なんで、山奥の草案に引きこもるといった頓生じみたものでは、さらさらなく、この世を動かす、大宇宙の原理を知りたいという、 湧き立つような好奇心に突き動かされてのことだった。シド像となった空海は、ふとしたきっかけから、国像菩薩の秘術を知る。これらの秘術はインドにおいて、仏教とは別の精神風土から生まれたものであり、仏教思想の中で使用されて、密教として集合されたものであり、同様のものが数多く、等を経て、断片的に、日本にもたらされていた。多分に、 不人的体質を持ち、超自然的な怪異の存在を信じる空海は、我が身に電撃的感応を与えてくれるこれらの秘術に強い、関心を抱く。そして、秘術の実践にふさわしい場所を探して、山林を誘行する中、室戸岬のホラー穴で得た神秘体験が、儒教的教養を完全に打ち砕き肉体を地上に、残したままその精神を、 抽象的世界に没入させる決定的な契機となる。見えるものといえば、空と海の実のホラー穴の中で、夜明けの明星が衝撃とともに口中に入るという体験をしたことこそが空海の名を名乗るきっかけとなり、彼をして、後の愚法大使からしめる最初の一歩となった。以後、空海は、機内や四国の山林を徘徊して、収容に励む一方で所持をめぐって満貫の経典を、 読みあさった末に、大日経に巡り合う。この世のすべての現象は大宇宙の真理である、大日如来の一表現であり、諸現象の大元である、この普遍的原理の中に入り込み、原理そのものと一体化する、促進成仏こそを、究極の目的と説くその思想に空海は激しく、魅了される。欲望を否定してともすれば、死へと傾斜しがちな釈迦の仏教に、 違和感を感じていた空海は、これにより聖の王家を肯定し後には、その当然の属性である愛欲すらも、宇宙の真理の一表現と考えることとなる。やがて空海は、大日如来を中心に、雑多な状態にある密教を体系立てる発想に、たどり着く。折しも、この時期インドでは、大日如来を本尊に据える、新たな密教体系が成立していたが、空海はそれを知らずに、 独力で告示した密教体系を着想した。密教こそが仏教の完成形態であると確信した空海は、密教思想の追求に障害を捧げる決意をし、教義についての疑義を正すべく検討視線に乗って、塔へ渡る。同じ戦団には、宮廷の自相を務め、稀に見る、春斎像として、とで、名高い最長もいた。最長の目的は、 天台宗の体系を日本に移入することにあったが、空海はすでに天台の競技を古色騒然としたものと考えていた。八方を走り回って、都会の費用を工面せねばならなかった地震と、対照的に宮廷の寵愛を一心に受けるその、境遇に対する鬱屈もあり、空海は後半生に折に触れて退治することとなる、最長に対して最初から良い印象を持たなかった。 難儀な航海の果てに、塔にたどり着いた空海は、長安の都で、金剛長系と大日系系の二つの、密教体系を受け継ぐ大塔でも唯一の僧である、清流寺の経過を将に指示し、経過の宝刀の静着の伝承者、新言密教大発生法王として、感情を受けて、帰国の都に着くこととなる。ところが日本へ帰ってみると、 いち早く帰国していた最長が断片的な密教をすでにもたらしており、密教の評判を聞いて、その到来を待ち望んでいた宮廷によって、もてはやされていた。最長の本来の目的は、天台の体系の導入であったが、ついでに拾って帰った断片的な密教が密教を求める時世の中で注目を集めてしまい、不本意ながら、密教の専門家として振る舞わざるを得なくなった。 やがて密一条の伝謀を受けた空海の帰国によってその密教が素うなものに過ぎないことが明らかになり生命を落とすことになるが最長は公弁せずに己の落ち度を率直に認めて密教を一から学び直そうと考え空海の門を叩く。弟子の礼を取ってまで教えを請うその実直な人柄に触れたことにより空海はそれまで最長に持っていた。 悪印象を多少なりとも改め、以後両者の信仰が始まることとなる。しかし伝法には、時間がかかると知ると、最長は、自身の代わりに、皇帝たちを送って、空海の布教を買った。さらに、密教の伝承は、失踪症によるもので書物によってはならないという、伝統があるにもかかわらずに仮行を願い続け、空海のうつかいを次第に募らせてゆく。所詮、 最長にとっては、天台の教義を体系立てることこそが宿願であり、密教とは、あくまでそれを補完するものとしか考えておらず、そうした姿勢を変えるつもりは、もとよりなかった。やがて密教の真髄と言われる、理主行を説いた、理主釈業の釈用を願い出るに及んでついに、空海を奮撃させ、さらに、最長の愛弟子の安則が空海に見せられて、 最長の下を出奔する事件も重なり、ことここに至って両者は絶縁することとなる。空海のしたためた絶縁の手紙は、密教に対する無理解への行き通り、天台衆へのあざけり、さらには、日東前の最長の恵まれた境遇に対しての、ソネみなど、最長に抱いていた悪感情に、鉄刀追尾貫かれ、一読すれば、空海という人物に興ざめするような内容であり、 自物に対する功運の情が激しく過去の恩衆を容易に忘れない空海の性格の悪の強さがまざまざと現れた激烈なものであった。帰国後の空海は新言密教の体系化に力を尽くす一方で大東に比べれば未だ未開の段階にある日本に文明を定着させようと質量ともに膨大な仕事をこなした。医療制約から土木寛外、果ては文芸。 技術、思想哲学の寛容に至るまで、その後の日本文化の石となる部分をほとんど、独力で整備した。その超人的な多能ぶりは、空海の最も得意とする書芸によく現れており、書くたびに、書体も書風も変える、変幻自在なその質疑は、絢爛というほかなく、あらゆる書体を使いこなすその書のどこに空海その人が、存在するのか不可思議なほどである。しかし、 自然そのものに、無限の神聖を見出す空海の競技に照らし合わせれば、促進において、第二次如来の境遇が成立しているのであるから、形態にとらわれることはありに合わぬことであり、その場に応じて応変してもそこに一条の霊気が立ち上って空海を感じさせるとすれば、ユーズームゲのその書は彼自身の思想に、ふさわしく全く空海らしいものと言うべきかもしれない。また、その傍ら空海は、 紀の国南部の高野山に密教思想を体現したインドにも塔にもない寺院を作ろうと考え、高野山寺の建設に着手した。漢字ではなく指示であるため、空海の在世中には不審ははかどらなかったが、中世末期に宗教都市として陰心を極めて現代まで残る高野山の異様は、どこか大東の長安を思わせるものがある。あるいはその建設は、 己の知的欲求を満たしてくれる人文の皆無に、等しい、ひなびだ小国における空海が、大文明国に存分に目を浸した去りし火を忍んだ、ものではなかったか。しかし以降から伺える造営に望む空海の構想たるや、その端々まで精妙な論理によって構築されており、そうした推測によって空海その人の生き身の偏鱗を、感じ取ろうとする空想を差し挟む余地も許さぬほど、 剣道学校としたものである。空海は、早くから、自身の指揮を察し、弟子たちにも、そのことを予告し、予告することによって、弟子たちの気を引き締めさせた。やり残したことをなすべく、病を得た体を押して、精力的に活動し、そして死病に抗って、集体をさらすことなく騒問なしを遂げることを願い、五国を断って、肉体を衰えさせた末に静かに死を迎えた。 空海の死は、長安の清流寺にも伝えられ、法に接した清流寺では、一山祝ま宿とし、ことごとく祖福をつけて、これを聴したと言われる。ドキュメンタリー、NHK スペシャル、空海の風景 NHK テレビ、2002年、全2回、各50分。佐野帰国、長安、高野さんなど、作品の舞台となった土地を取材し、空海生涯の足跡をたどる。 同じ芝原作によるドキュメンタリー、街道をウくの同局スタッフが多数制作に参加している。かねてより、空海をテーマに創作活動をしていた紙、人形作家、内海清美による空海の足人形が撮影プロップとして登場している。また、本番組を元にした制作スタッフによる歴史機構、空海の風景を旅するも出版されている。1月4日と5日に、 前編、大東都会の夢と後編、工房大師への道を放映。NHKBS で1月2日に前後編を連続して先行放映された。ありがとうございます。